ほかにもアイドルいろいろいると思うんですけど、ハラプラの魅力って、大森さんにとっては何ですなんですかね、やっぱりキャッチーさだと思いますね、鈴木さんがずっとおっしゃっていたのは、ちょっとダサいのが一番かっこいいんだっていうのをずっとおっしゃっていて、やっぱりステージの衣装ってちょっとキラキラしているので、街で見かけたら、ちょっとうって思うような衣装も多かったりとか、あとダンスもちょっと変な振り付けが入っていたりとか、抜け感というか、ありますよね。みんなの知っている 曲だったら、まあ、イエーイめっちゃホリデーとかセクシービームとかちょっとうんと思うような単語をこうすっごいキラキラした顔でやってくれるところはい、はい、そこですね、はい、うもう家族がもうかっこいいやりきっているあそっか、はい、ネタを本気でしっかりとやることによってそれにメロメロになってしまうというはいあとステージもちゃんとしていますしやっぱりはい MC にも物語がありますよねありますね、うん 昔、あの、モーニング娘。の、あの、警備員をしたことがあるんですけど。はい、バイトでね。コンサートのコンサートのバイトをして <laughs>。一度だけ、モー娘。守ったことがあります <laughs>。で、<laughs> その時も、あの、ライブ見たし、それから、ワン・フォーの頃もラ,ライブ見させてもらったりして。うん,ね、うん。やっぱり、MC でちゃんと、ファンの方、すごく大事にされますよね。はい。アルプロの方々は。はい。で、やっぱ、妹分の、となるユニットを、モー娘のライブで次々と紹介して、そうですね。そうですね。ねうん。かわがって、みたいな。はい。 そういうなんか連帯感っていうのいいですね